るところに一人の悪魔がいました。悪魔の役目はただ一つ、人間を堕落させることなので、その悪魔も何人もの人間を堕落させてきました。しかしついに千人の人間を堕落させたぞ。これは悪魔界でも例のない快挙、皆が俺を褒めたたえることだろう。しかしどうも最近はあまりに簡単に行き過ぎて張り合いがないな。目標の千人も達成してしまったし、何かないものか。もっと楽しいことは。楽しい楽しい、お祭りだ。なんだ、あそこに随分小さくて弱そうな悪魔がいるが、弱そうな割には機嫌が良さそうだ。おい、お、何ですか。お前何をやっているんだ。随分楽しそうにしているが。ああ、僕は今からお祭りを作ろうと思ってるんです。お祭り、ああ、なるほどな。悪魔を称える祭りを行って人間を堕落させるのか。違いますよ。僕はただ堕落とかそういうのは全然関係ない、みんな元気いっぱいハッピーになれるようなお祭りを作りたいんです。はあ？悪魔の作る祭りといえば堕落させるためのものだろう。享楽的な催しをして人に真面目に生きる気力をなくさせるという。でもそれ飽きちゃったんです。最後はみんなグデグデになっちゃうし、きっとハッピーなお祭りが作れたらとっても楽しいですよ。そうだ、よかったら一緒に作りませんか。というか作りましょう、みんなハッピーになる悪魔のお祭りを。レッツゴーです。おい、強引すぎるだろ。今のいつものお兄ちゃんとエムちゃんみたい。悪魔って設定でも、あの先輩、新入り連れてきましたよ。これでお祭り作りがはかどります。へえ、私たちみたいな変わり者がまだいたんだね。一体どんなって、ちょっとこいつ最近千人を堕落させた悪魔のエースじゃない。なんでこんなところに。いや、こいつに急に連れてこられたんだが。ダメじゃない、人間の堕落に関係ないハッピーなお祭りをやるなんて知れたら偉い悪魔に目をつけられるっていうのに。うわぁ、でもこの悪魔さんも暇そうだったから一緒にやったら楽しいかなって思ったんですけど。そういうことじゃないの。もしバレたら地獄の牢屋に閉じ込められて地上に行けなくなるって言ったじゃない。そうでしたっけ。そうなの、いい加減覚えなさい。なんてバカな連中なんだ。しかし、ここにある飾りや衣装はお前たちが作ったのか。私が昔ついて回ってた人間がお祭りの時の衣装とかを作る人で、その人間は私が堕落させる前に病気で死んじゃったんだけど、残った衣装はすごく素敵だったから真似して作ってみたの。そしたらだんだん楽しくなってきて。なるほどな。まあ暇つぶしには良さそうだ。手伝ってやろう。本当？力を貸そうじゃないか。まあ飽きたらこいつらのことを上に告げ口して褒美をもらえばいいしな。悪いひどい悪魔だ。
いつもの司くんみたいな悪魔さんに見えたけど。さて、それではまず何をすればいい？俺にかかれば大抵のことはすぐ終わるぞ。じゃあ、お祭りのメニューの考案はどう？まあ任せろ。そうだ、せっかくだから人間を酔わせて。人間を魅了する薬は入れないようにね。あ、花火を打ち上げる装置を作る仕事もありますよ。うん、面白そうだな。その程度なら俺の魔法で。ただ危ないから魔法は禁止ですよ。これはなかなか面倒だぞ。いつも思うけど、司さんってエムちゃんたちに振り回されてる時の演技がすごく上手だな。そこは同意だな。つうか、あれって素じゃねえのか？ふむふむ、バンってことは。あ、あの人。いやあ、最近ついに1000人を堕落させたんだって。おめでとう。な、ああ、何、俺の手にかかれば大したことではない。そうだろうとも。しかし、どうも最近はあまり地上に行っていないようだね。何をしているんだい？それは、まあ、休養を取っているんだ。最近は少々働きすぎだったからな。ふん、なるほどね。あ、上白さん、足は。やめろ、離せ。ここから出してください。どうして私たちがお祭りを作ってることがバレたの？秘密に知ってたのに。やっぱりこんなことだと思ったよ。たまにいるんだ、君たちのような悪魔が。悪魔のくせに人間を喜ばせようなんて考える愚かな悪魔がね。ならば問うが、お前は人間を堕落させて楽しいのか？それがお前のやりたいことなのか？やりたいこと。楽しい楽しくないの問題じゃないよ。僕たちにはそういう役目があるんだ。そんなものが優先されるのはおかしいだろう。役目など関係ない。俺は、俺がやりたいから。好きに叫んでいるといいよ。処罰はもうすぐ下る。くそ！一体どうすれば。お祭りの道具も全部ここに持ってこさせられたってことは、これも全部捨て。お祭りの道具、そうだ。何？どうしたの？これだ！俺が作った花火を打ち上げる装置。これで地上に脱出する。さすがに無茶でしょ。確かにここは天井のない奈落の底の牢獄だけど、地上に届かずに落ちてきたら死んじゃいますよ。それでもいい。俺はやりたいんだ。お前たちと一緒にこの祭りを。まずは俺が行く。お前たちはもし俺が成功したら後に続いてくれ。行くぞ。1、2の3。司さん、飛んでる。ステージの照明よりも高いところ。お、マジかよ。飛んだ。
やった、地上に着いた、着いたぞ。お前たちも上がってくるんだ。うん、なんだ、牢屋に誰も、なぜ。おい、俺たちはここだ。どうやって地上に。さあな、ともかく俺たちはこれから祭りをやる。お前ももし一緒にやりたければ来るといい。いつでも待っているぞ。待ってるよ。まさかあんなもので逃げられるとは。しかし、やりたいことか、探してみるのも悪くないかもしれないね。というわけで、ようやく俺たちは地上に着いた。さあ、今こそ祭りのスタートだ。こうして悪魔たちの祭りは3日未満続き、たくさんの人間を笑顔にしたのでした。めでたしめでたし。